picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、おはようございます。午後だけどおはようございます。おはようございます。今日からミッションヒルズ3連チャンで、とりあえず第1日目はピート大コースです。ミッションヒルズはピート大とトーナメントコースとアーノルド・パーマーのコースがあります。そうですね、1年前来た時は、初めてそのアメリカの QT を受けるってことでコースにも慣れてなくてすごいこのミッションヒルズが難しく感じたんですけど、今年半年プレーしてみて自分がどういう風に感じるか楽しみです。はい、はい、じゃあ昨日と同じくイーブンパー以上オッケーは、賞金200ドル頑張ります。ホールマッチ、私のホールマッチハンディは14ホールでよろしくお願いします。え、多すぎやん。いや、そんなことない。昨日引き分けたじゃんということでまた今日も頑張っていきましょう。はい、ここは QT で使われるので、いろんなちょっと解説をしながら萌花選手も、思い出したらアドバイスとか、そういったコメントもよろしくお願いします。頑張ります。はい、多分来年は多分トーナメントコースとピート台なはず。今年はアーノルド・パーマーでした。はい、はい、ということなんで来年受ける人ぜひぜひ、各ホールじっくり見てください。よろしく。1番ホールパー4、ピート台は、確か 18ホール中12ホールか13ホール水絡みなんですが、1番ホール水絡み関係ありません。真ん中です。ちょい右だけど、あ、右ラフ、右ラフ。はい、よし、真ん中目指して頑張るぞ。おお、ナイスショー、いい感じ。オッケー。おお、ど真ん中。1番ホールセカンドショットちょいラフになってしまいましたが、残り127ヤード砲台グリーンになってます。ピンが前なので結構難しい。ちょっと噛んだ。あー、ショートだ。こういうタイプね。残り128ヤード赤なんですが届かなきゃいけないんで8番。ちょっと右かな。え、グリーンサイドです。ショートしてしまいました。砲台グリーンでちょっと難しいです。と残してしまいました。ビシッと寄せて最初からホールマッチ取りに行きたいと思います。ビシッと寄りませんでしたさあ、萌花選手、昨日のパットの特訓の成果が出るか。チョイスラか。打ってない。 OK。 めっちゃ重いんやけど、なんかフォア入れてワンナップにしたい。シー2番ホールパー4です。ここからガンガンと池が絡んできます。で、池も絡むといっても左がずっと池っていうような感じです。ラッキーなことに1番ホールはハンディキャップ13だったんで、ハンディキャップがあったんで私が勝ちました。萌花選手文句言っております
ナイスショー、ど真ん中素晴らしい。オッケー、ちょっと右やけど大丈夫。ちょっと右、残り170ヤード、6番ユーティリティ行きます。ここはハンディキャップナンバーワンホールです。前半の見えんかった、力入ってた。モイカ選手、ナイスショットでした。157ヤード、番手は、6です。6番、ずっと左側が池になってます。ちょっと右、こすった。バンカー手前かバンカーか。セカンドショットダフってしまいました。残り73ヤード、60度で行きたいと思います。左足下がりの嫌いなライ。ちょっとショート、ちょっとショート、ショートだ。ちょっとここはマストボギーにしなくちゃいけないんで、ここ寄せないと。ピンチやばない、なんか変なところに来て、あんな真ん中。ミッションヒルはあの山を必ず見て、で右から左、ロサンゼルスからインディオに目があるんで、これは絶対フックすると思います。おお、フックした。あ、最後スライス。で、マイカ選手第3打目バンカーショットです。おー、ナイスアウト。あー、止まんない、止まらない。パパッとです。もう分からんの。 OK、3番ホール、これも水絡み、ずっと左池です。なんと212ヤードあります。ナイスショー。やっぱりフェードだと安心しない。いや全然安心じゃないだって左もいし打たなかった。まあこれはちょっと超右に逃げて池に入れたらおしまいなんで、池に入れて。OK、 持ってこい。はい、いつもこのホールは水が怖くて逃げてしまいます。なんとか寄せてパートみたい。大きい、ちょっと早い、大きい、がっくり。私のボールは最後スライス気味でした。バーディーパット。めっちゃ重いんやけど、よくぬくピン行っちゃいます。あー、ボギー。モエカ選手3連続ボギーの出だしでした。見てよ。 OK、4番ホール、短いパー5で、左側に池あるんですが、
まあ通常この池はあまり気にする必要がありません。真ん中狙って打ってください。うん、よいしょ。このホールは2オン狙えるホールだからね。パー5、2打目です。もうちょっと左行かないと、あのバンカーに落ちちゃう。バンカー落ちちゃった？あー、多分グリーンの右側に、大きなバンカーがあるので、それを避けるようにしましょう。モエカ選手、それに入ってしまいました。はい、悪い見本なんで真似しないでください。ちょっと左すぎだけど、まあ OK。パイプなんで、残り91ヤードです。アプローチでいきます、とりあえず真ん中を狙って、ピン難しいところなんで。いい感じ。おお、ナイスオンじゃん。3打目、残り51ヤード。ここはビシッと寄せたいところ。お、いい感じに上がってます。ちょっと見えないけど。さあ、萌え選手、約5メートルのバーディーパット。昨日の猫とのパット特訓は実を結ぶでしょうか。フックを読み切れませんでした。ナイスパー。なんかこっちの方が高いのにですね。ちょいフックと言いました。バーディーパット遅い、打てない。